皆さんこんにちは、リトルビーガーデンのみーこです。今年も梅仕事の季節がやってきたということで、今日はナチュラルライフでカリカリ梅を作っていこうと思います。今回は初めてご近所さんと一緒に梅狩りをねしてきました。木になっている梅を取るのは初めてでね、ちょっと心配でしたが、意外とねたくさん取ることができました。はい、それではまず最初にこの梅を水できれいに洗っていきます。ちょっとね動画には撮れていなかったんですが、梅一つずつを丁寧にね水洗いしていきます。一晩たっぷりの水につけた梅を今度はザルに戻し、水気を切ります。はい、それでは次の作業、梅の水分を布巾などを使ってきれいに一つずつ拭いていきます。ついでにこのヘタ取りもしていきます。このヘタがついているとカビの原因とかにもなりやすいので、竹串などを使って取っていきます。ちなみに去年は市販されている小梅を使ってカリカリ梅を漬けたんですが、小梅はほぼね水洗いするときにヘタがポロポロ取れてくれるのでとっても楽でした。今回は市販されている梅とは違って木から直接もいでいてとっても新鮮なので、ヘタがとっても硬くって取りにくいんです。で、こう一つずつヘタを取るついでに梅に傷があるものは避けておきます。はい、そしてね梅の水分をきれいに拭き取り、ヘタを取って傷のあるものはこっちのお皿にね分けてあります。こんな風にね傷があったりするのが結構ねあるので、これを捨ててしまうとちょっともったいないので、これも傷んでいるところを包丁で切って使っていきます。はい、梅の傷んでいるところをすべて取り除いたら、次はいよいよ梅を漬けていきます。今回もこの漬物袋を使ってカリカリ梅を作っていきます。そしてこの漬物袋の他に梅の分量に対して 10% の塩、そして卵の殻を使っていきます。で、この卵の殻なんですけど、一度煮沸してから薄皮を取ってあります。これをこのお茶パックに入れて粉々に砕いていきます。私が梅を作る時には必ずこの漬物袋を使って梅を漬けます。というのもこの袋を使うことによってアルコール消毒をしなくてもよく、しかも重しもいらないんです。そして今年で3回目のカリカリ梅作りになりますが、この袋を使って前回前々回とカリカリ梅を作っているんですが、2回ともまだ失敗したことはありません。ちなみに普通の梅干しもこの漬物袋を使って漬けています。そしてもちろん失敗知らず、とっても便利な漬物袋です。梅を袋に入れたら今度は塩を全部一度に入れちゃいます。そしてこの袋の口を閉じて梅に塩がなじむように軽くね揉んでいきます。手に力を入れずに梅に塩がまんべんなくなじむ感じで、全体的に袋を回しながら揉んでいきます。ここでは梅を揉みすぎないように注意します。梅全体に塩が回ったら最後に卵の殻を入れて袋の口を結んでおきます。この時袋の角に梅が来るように、この角にたまった塩を今度は袋を逆にして上の梅の方になじませておきます。そしてこの漬物袋は意外と厚みがあるので、こうやってね回しながら口を結んでいくんですけど、このね結ぶのが結構大変なんですよね。ちょっとね力がないのでいつもここで苦戦してしまいます。塩はどうしてもこの三角部分にね集まってくるので、またねこう上下をひっくり返して塩をなじませてあげてください。で、このままボウルなどに入れて
冷蔵庫に保存します。だいたい2週間ほどでカリカリ梅の完成です。漬けてすぐに梅酢は上がってくるんですけど、どうしてもこの下にね溜まりやすいので、朝晩と1回ずつぐらい上下を逆さにしてあげると綺麗に浸かります。塩漬けして1日経ったらだいぶね袋の口も緩くなってきましたよね。これをもう一度縛り直します。でこの時にちょっとねまだ梅の漬けムラがあって、色がね違う梅がいくつかあるので、緩くなった袋の口を結び直す前に軽くね袋の中で転がしてあげます。そこに溜まっていた塩も溶けて梅酢もだいぶ上がってきています。やっぱりこう梅が浸かってくると袋の口もね緩んでくるので、その都度袋の口を縛り直してこうやってね梅を転がしてあげるとまんべんなく梅が浸かってくれます。はい、そして袋の口をしっかり結んでまた冷蔵庫に戻しておきます。2週間で梅は浸かるので、その前に赤じそを用意しておきましょう。はい、ちょうどスーパーで赤じそを見つけたので買ってきました。茎を残して赤じその葉だけを手で摘んでいきます。すべて葉を摘み取ったらこんな風にね茎だけ残ります。そして摘み取った葉は少し量が多かったので2つのボウルに分けてきれいに洗っていきます。ボウルの水を2、3回変えながらシソの葉の汚れを落としておきます。はい、そして水切りした葉に今度は小さじ1杯の塩でしっかりシソの葉を揉み込んでいきます。シソをしっかり揉み込んでいくとアクが出てくるので、そのアクは捨てながら揉み込んでいきます。最初は結構シソの葉もねかさがあるんですけど、揉み込んでいくうちにつれてだんだん小さくなっていくので、拳大ぐらいになるまでしっかり揉み込んでアクを出していきます。そしてこのシソのアクは洋服などにつくと落ちにくいので、エプロンなどを忘れずにしておきましょう。あんなにかさがあったシソも揉むとこんなに小さくなるんです。漬けてから1週間ほど経った梅がこちらなんですけど、色も均一になりまんべんなく浸かっている感じがします。梅酢もしっかり上がってきているので、この梅酢をお玉ですくってさっき揉み込んだ赤じそをほぐしていきます。梅酢はとりあえずお玉2杯分ぐらいでいいかな。あとでまたしそと一緒に袋の中に戻すので、いくら入れても大丈夫です。梅を漬けるときに一緒に入れていた卵の殻はここで取り出しておきます。ここに先ほどほぐした赤じそを梅酢ごとすべて入れてしまいます。そしてまた空気を抜いて袋の口をしっかり縛っておきます。もうこの時点でだいぶね梅酢に色がついています。はい、そしてねまだ一晩しか経っていないんですけど、赤じそを揉んで入れた梅がねどんな感じなのか見ていこうと思います。昨日よりもだいぶ梅酢が赤くなっているんですけど、なんか若干ね赤さが足りない気もするんですけど、まあ、このまま様子を見て足りないようならしそを足そうかなって思っています。はい、ということでまだねカリカリ梅が漬け上がるのは1週間先になるんですが、こんな感じで今年で3回目になるカリカリ梅作り、無事に赤じそを入れて仕込みが完了しました。そして梅仕事は今年もまだまだ続きます。というのも梅雨が明けて梅が熟した頃にまた熟した梅狩りに行って、今度は梅干し作りをする予定です。ということで、この動画が良かったなって思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。